はい、マッチングしました。今回はですね、新しく追加されたこのレーザー球を使って、レースをしていこうかなと思っています。まだね、本当これ初めてのレースなんで、VMG 角度が何度なのかなっていうところから始まるんですけど、クローズは40度みたいですね。このクローズの速度がめちゃくちゃ遅いんで、ちょっと今結構ピンチなんで、早速早くね、スタートラインに並んでいきたいんですけども、このレーザー級で一番気になるのがそのランニングですよね。実際のレーザー級はこれくらいの、10メートルぐらい吹いてたら、おそらくスネーキングをした方が早いので、それが一体どうやって反映されてるとは思ってないんですけど、もしかしたらねスネーキングした方が早いみたいな現象があったら面白いなと思ってるんですけど、ということで残り10秒付近でやっとスタートラインに、到達することができました。クローズがめちゃくちゃ遅いですね。これマーク遠いんでちょっと長い動画になっちゃうかなと思ってるんですけど、どうでしょう。ここら辺でクローズ OK、 見事なスタートですね。しっかりと VM に合わせていって、ゲインぶちかまして、見事1位回復を目指していきたいんですけども、どうでしょうか。徐々にね、ヘダー入ってきてるんで、左で、バウが出てる赤い船が現在1位ですかね。ヘダーが止まらないですね。ちょっとリフト入ったのかな。右に位置してる自分にとってめちゃくちゃありがたいですね。こいつ返してきてもまだブロックできないんですね。で先の海面見てあげても、左海面が強そうなので、ここはアタックを返さずにまっすぐ進んでいきます。26ノットでレーザー級ってね、めちゃくちゃしんどそうですよね。自分だったらちょっと乗りたくない風になってますね。おっと、ここで赤い船返してきましたね。これはちょっとブロックできそうなのでスターブかけて、あいつの右に左に追いやってからアタック返していきたいですね。リップしたらそいつのスラムダンク決めます。これはねまずいですね。タックロスがねめちゃくちゃ大きいですね。J70 みたいなノリでスラムダンク決めようとしたら、ちょっとブランケ入ってしまいますね。何よりちょっとクローズの速度が遅いっていうのが一番の欠点というかちょっとイライラしてきましたね。早く追ってほしいなみたいな。さらにここでヘダープラスラルに入ってしまったっていう感じですね。きついぞこれは。左海面、右海面が結果的に伸びてしまってるって感じですね。早めに右返していくっていうのもありでしたね。この結果を見ると。海面的にはやっぱり左海面の方が強かったので、難しいですね。ちょっと右海面の確認ちょっとおろそかにしてたのが、今回の敗因というか、1神回顧の結果になってしまいました。ヘダーきついぞ。ちょっとここ一回寄せますか。レーザー級、タックロスが、今、この一神開口のプレイングの感覚でタックロスめちゃくちゃ大きいんで、あんまりね、タックしない方がね、いい定周かもしれないです。さあ、ここは5位で開口してきましたね。まずまずといったところですかね。おっと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 。VMG 何だ？
ょっと難しいぞ。175度ぐらいですかね。スネーキングスネーキングで、おっとおいふざけんなよマジで。16条でプロテストや。いや15条か。おっとそれはまずい。え、回ってないの。ちょいちょいちょい、おお回った、オッケー。うん、たまにねマーク直撃して開口するとマーク開口していない判定されてしまって、まあ、2回マーク開口しないといけないみたいな現象起きてしまう、しまうのでそれだけ気をつけたいですね。でさっきめちゃくちゃ右触れてって最後右回面爆伸びしたので、まあ、今回は右回面狙っていきたいですね。であんまり出しても左回面から突っ込んでくるやつのブランケットに入ってしまうので、まあ、レーンはね 2,3 個下げてここら辺ですかね。で返してアプローチしていきたいなと思ってます。あんまりブランケットないんでもうちょっと出してもよかったかもしれないですね。でこの黄色い船がまっすぐレイラインまで行ってくれればめちゃくちゃありがたいんですけど、まあ行きますよね。まあここで僕をカバーしてもルーズルーズになるだけなんで。おっとヘダーで、ここでしっかりと、オートアプローチを決めていきたい。あの黄色い船がまあ開けてるんでしっかりここを突き刺していって、ちょっとタック遅れたな、大丈夫か。もう大丈夫、 OK。 しっかりと4位開口していく。このスター、まあ、ランニングスター級に似ててめちゃくちゃ、まあ、角度が深いというか、落とせるんで、まあ、スター級と同じような感じでやっていけばいいんじゃない、いいのかなって感じですね。ちょっとね、スネーキング試してみます。難しいな。スネーキングみたいなギミックはなさそうですね。残念ながら。まあそういうギミックがあってもね、困るだけですけど。まあ、波っていう概念が多分ないので、まあ、実際そういうのを搭載するのが結構難しいっていう部分もありますね。まあ、というわけで今回は、まあレーザー級、まあ、搭載、レーザー級の、まあ、どんな感じだろうみたいな感じの動画でした。